東京競馬11レース秋の東京開催開幕日のメインレースは第4回サウジアラビアロイヤルカップ G3 2歳馬によります重賞競争芝 1600m 今年は8頭によります競争です。芝コースのコンディションは良かなり風が強くなってきました。先ほどにも増して強い風その風を後ろから受ける形で向こう上面各馬が枠入りを進めていきます。内馬場の日照旗そしてサウジアラビアの国旗が大きくはためいています。8頭のゲートインは最後にトーラスジェミニ8番ゲートへと入って8頭ゲートイン完了スタートしました。4番グランアレグリアタイミング合いません。後方です。マッテンコーラといえば好スタートを切った8番トーラスジェミニがそのまま出ていきそうです。8番トーラスジェミニが先頭2番手間から6番サムシングジャストが2番手に上がってうち2番アナーキー3番手その後4番手7番のチェグレドステリオルほとんど差がなく3番のドラウプニルですが外から4番のグランアレグリアが2番手まで上がっていって先頭に迫ります。3コーナーの手前あと現在後方から2番手が5番のドゴール1番シャローエンペラー最後方残り 1000m 切りました。3コーナーから3、4コーナー中間に差し掛かるところ8番トーラスジェミニ先頭でリードは4分の32番手グランアレグリアです。前半の800は48秒前後で通過しています。2番手と3番手の間は2馬身半6番サムシングジャスト2番アマーティ並んで3、4番手5番手が7番セグレドステリオルその後3番ドラウプニル後方が5番ドゴールと1番のシャローエンペラーです。8頭直線に抜きました。トーラスジェミニを早くも4番グランアレグリアがかわします。グランアレグリアかわして400を切って坂を登ってきます。2馬身との3番手が2番アマーティ外から7番セグレドスペリオル1番外からは3番のドラウプニルが追い上げて坂を登りきって200を切る堂々先頭は4番グランアレグリア2番手に2番アマーティ5番のドゴールが追い上げてくるドゴールが2番手に上がったしかし3馬身4馬身前4番グランアレグリアグランアレグリア合理2着5番ドゴール3着2番のアマーティ4番グランアレグリア難なく2戦目の重賞も突破しました。スタート一息でレース序盤は最後方でしたが向こう上面で2番手まで上がって2番手で足をためて直線は一気に後続を突き放しました。完勝です。5番ドゴールが2着4番のグランアレグリアクリストフルメール騎手藤沢和夫厩舎のコンビ勝ちタイムは1分34秒0その後の3着争いですが3着は2番のアマーティ1分34秒0上がりゴールまでの 800m45 秒7 600m34 秒1でした。到達順早々と発表されました東京11レース第4回サウジアラビアロイヤルカップ1着4番グランアレグリア2着5番ドゴール3着2番アマーティ4着3番ドラウプニル5着1番シャドーエンペラーです。グランアレグリアこれでデビューから2戦2勝無傷の重賞ウィナーとなりました。では確定までお待ちください。